よこんにちはちゃんピーナツくんおぼーんおぼーんポンポコねタヌキなのおーなんか久々に聞いたなそれはいアライグマじゃないんですかあータヌキです失礼ですやめてくださいあタヌキだったんですねタヌキなんですよいやタヌキといえばですねまあこの世は不思議なもんで世界中いろんなタヌキがいるんですよ日本以外にもいるんだタヌキって世界にいろいろいらっしゃっていらっしゃってまあタヌキにもいろんな活動があるんですけどいろんな活動まあいろんな活動があるんですけど生物としてねそうですそんな中でも人間によってコーヒーをね作らされるタヌキがいるらしいんですよ何そのえコーヒー豆積んでんのタヌキがいやコーヒー豆を食べさせられて、はい、お腹の中で発酵かなんかさして糞になってもう一回コーヒー豆を出すえそれなんか聞いたことあるななんか猫みたいなやつじゃなかったっけあーそう有名な高級コーヒーなんですけどジャコネコのコーヒーってなりましてあーそれなんか聞いたことあるベトナムではタヌキと呼ばれていてタヌキコーヒーっていうのがあるんですよタヌキコーヒー今日はこちらご用意しましたどどーんうわぁ左からタヌキコーヒー、エレファントコーヒー、モンキーコーヒーとなっておりますちょっとちょっとちょっとおい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 今日はこちらでコーヒーやっていこうと思いましてそのコーヒー豆の奥にある動物を感じ取るっていうことですかそうですすごいないや今日めちゃめちゃ高いからこれお金かかってるからえタヌキコーヒーって自家製ですか買ったって言ってんだろさすがに無理だわちょっとやめてくれよ本当にハードル高ちょっとやめてくれということで今日はこちらを使ってタヌキならタヌキコーヒーがどれかわからはずキキコーヒーをやっていきたいと思いますよいしょーよいしょー今日はピーナツくんにはバリスタになってもらいますんであバリスタですねあの豆引くやつってなかったんで家にはいあの豆引き買っておきましたんで豆引き今これ100均の話題なんですよ500円でめちゃくちゃ100均の話またしてるあと豆引きって怖いから言うなよ僕の前で豆が豆引きって、ね、やめろ怖いからできましたあバリスタさんありがとうございますいやすごい100均のあの豆引きあどうでしたいや大変だったよ500円と思えぬ引きやすですねはいそれではポンポコさん実は4種類のコーヒーを用意しましたほうタヌキコーヒーエレファントコーヒーモンキーコーヒーと普通の市販のコーヒーですなるほどこれを嗅ぎ分けてくださいあーお任せあれお任せあれ1杯目いただきますわあすごい飲んだことないわそうなのこれが高級コーヒーかあそうなのすごいすごいすごい明らかに違う明らかに違うとりあえずはいでも結構濃いないや仮タヌキそれタヌキにするわ仮タヌキ仮としてそれ今一旦タヌキを感じました私うわすっごい下に残る全然違うわ今の市販だったら泣いちゃうわ2つ目あーコーヒーの香りですねあーこれは市販のコーヒーこれはわかるわあ、そうなんだこれ市販のコーヒーです結構普通なんだ、これは、はい、これすごいあっさりして普通です、はい、普通これも1杯100円以下だろ1杯今の10円ぐらいかな3杯目はい、いただきます1個目相当すごかったよ1個目一番高いんじゃねあ、そう1個目やっぱタヌキだわタヌキやっぱねレベチタヌキの超レベチタヌキの超レベチ2個目より全然高い味がこれ多分いやエレファントかモンキーこれから感じ取らないとダメかいやそうだよよくよく考えたらこれフンか忘れてたいやそうなんだよフンだよエレファントのフンなんて巨大だよめちゃくちゃ巨大な中からエレファントだなマジ感じたそう感じましたラストいや詰まるとここれモンキーと思ってたもんねいただきます感じて動物をお湯なんだけどお湯今までのが濃すぎたコーヒーと思えぬ飲みやすさいやコーヒーだよコーヒーだよあれめっちゃ高いかめっちゃ安いかのどっちかちょっとコーヒーと思えぬ滑らかな喉越しおいタヌキかこれはタヌキなのかいやタヌキそんな滑らかかタヌキあっさり作ってくれる可能性あるないやありえんうんこだぞうんこタヌキのうんこ臭そうだぞこんな舌で味わってめちゃくちゃ臭そういやこれめちゃくちゃ飲みやすいなということで1位タヌキコーヒー2安いコーヒー3エレファントコーヒー4モンキーコーヒーこれでいきます正解の発表です。はい。正解は1エレファントコーヒー。あら。2モンキーコーヒー。あら。3タヌキコーヒー。4普通のコーヒーです。やっぱ初めでエレファント来たから基準がもうおかしくなっちゃってたんだよ。エレファントが相当濃いわ。めちゃくちゃ濃い。あ、そうなんですか。いやちょっと飲んでいきましょう。ちょっと飲んでいいですか。はい。うわーすごでしょ。すごレベル違うよね。なんだこれ。なんかあれだね
っていうかさ、うん、広がりがサバンナの広がりがあるまず一発目にゾウ持ってくるのが多分全ての間違いだよそれ以外全部薄く感じる野生の荒々しさを感じるわ。猿いただきます。はい。あ、猿はまろやかね。あ、まろやかだね。まろやかですね猿。あとやっぱいろんなもの食ってるからいろんなものがブレンドされてんじゃない、うんこに。あー、だからなるほどね。こう旨味と深みが増してる。他の動物よりいろいろ食べるもんね猿。天一のスープみたいな猿はじゃあ天一なの。猿天一だな。たぬきコーヒーいただいてくださいよ。肝心のたぬき。あー、あ、でもね、口当たりがシャワシャワしてるわ。なんかタヌキの毛、うん、美味しい美味しい。濃さで言うと、エレファントタヌキモンキーだよね。あ、そうですね。ね、その3つを飲んだ上でラストちょっとそれ言ってくださいよ。普通のやつね。普通のやつ。お湯だお湯だ。お湯なんだけど、それマジでお湯じゃん二度と普通のコーヒー飲めなくなっちゃうよ、これ。こんないいコーヒーを。お湯だ。お湯だよね。はい、というわけでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。貴重な体験でしたわね、奥様。いや、誰だお前。誰だお前。いやー、美味しかったわ。美味しいですね。ね。特にゾウが結構衝撃的だったな。いやー、この中でどれか1個やっぱね、試してみたいという方は、ぜひゾウを飲んでいただきたいね。ゾウすごい。サバンナだね。ゾウのでっかい足感じたね。でっかい足舐めてるみたいだった。ヒレフしたら。ヒレフしました。こんな高い値段で売れるなら、一発ビジネスできっかもな。タヌキの糞から作ったのと豆の糞からね。あー、じゃあ僕らのうんこ採取してやっていきますか。そ汚いで。はい、ということで結果ポンポコさんたぬきコーヒー当てられませんでした。ごめんよたぬきたち。意思疎通できてんのたぬきたちとは。同族嫌悪ですよ。嫌悪間違えてる。なんか違うな。同族。はい、ということで今日見てくれてありがとうね。また明日。じゃあね、バイバーイ。おめでとう。